新潟県中越地震。東日本大震災などの地震災害。突然の局地的な集中豪雨。台風によって引き起こされる風水害。各地で頻発するこれらの大規模災害によって多くの尊い人命が失われるなど大きな被害をもたらしています。亀岡市においても平成25年9月に発生した台風第18号による豪雨が道路、田畑の冠水や家屋への浸水など多くの被害をもたらしました。また来るべき南海トラフ巨大地震への備えとともに原子力発電所からの放射性物質の流出など原子力災害への対応力が求められています。私たちの町亀岡でも日頃から地震や水害、その他の災害に対して備えておくことが大切です。誰もが安全に安心して暮らせる町づくりに取り組む亀岡市は、風水害や地震などの大規模災害発生時に円滑な活動が行えるよう、平成25年度亀岡市総合防災訓練を8月31日に実施しました。訓練は亀岡市をはじめ京都中部広域消防組合や陸上自衛隊、亀岡市消防団や各庁自主防災会などの防災関係機関と市民合わせておよそ2500人が参加して行われました。災害時の情報伝達や応急対策、集団避難や初期消火訓練など市民の皆さんとの協力体制の確立や多様化する災害への対応力強化を図りました。午前6時30分、未明から断続的に降り続く雨により、亀岡市に大雨洪水警報が発表されたとの想定のもと、訓練を開始しました。桂川の氾濫や土砂災害の危険性を考慮し、亀岡市は直ちに栗山正孝亀岡市長を本部長とする災害対策本部を市役所内に設置。市内各所で大雨を観測したため、各庁に避難所の開設を指示すると同時に、防災無線を使って被害状況の情報収集に当たりました。その後、市内全域に避難勧告を発令。防災情報亀岡メールでも避難勧告を送信しました。そのような状況の中、午前8時震度6弱の地震が発生しました。本部長の栗山市長は直ちに被災状況の調査を指示し、合わせて京都府に対して応援と自衛隊の派遣要請を行いました。また広域避難場所である月読橋球技場に現地対策本部を設置するよう指示するとともに、原子力災害の発生に備え広域避難者の受け入れ準備を指示しました。各に速やかに移動せよ。はい。その他、市内23カ所の地域拠点会場では、各庁の自主防災会が中心となって、地域住民が互いに協力し、助け合う、災害時の初動体制の確立を目指して
訓練を実施。馬路町の訓練会場では、南丹病院の災害派遣医療チーム DMAT から講師を招き、 AED を使用した応急救護訓練を実施。また亀岡地区西部の訓練会場では、段ボール箱を使った簡易ベッドや手作りランプの製作のほか、消火栓の取り扱いやバケツリレーによる消火訓練など、幅広い訓練を実施しました。他にも保津町の訓練会場では、地域住民と自衛隊による炊き出し訓練が行われ、いざという時に備え初期対応の手順を確認しました。月読橋球技場に設置された現地災害対策本部に本部長が到着、陣頭指揮を取ります。各部各班から被害状況の報告を受け、調査部調査班財政班が被害状況の集計を行い、本部長に報告します。保育所や小学校の児童が消防団や自主防災会などの誘導で安全な広域避難所へ避難します。現場では消防隊員がエアテントを設置し、市立病院と連携して応急救護所を開設。地震による集団救急事案を想定し、自衛隊や消防、災害派遣医療チームが連携して負傷者の救出やトリアージなどの応急救護活動が行われました。倒壊した建物からの救出訓練では、チェーンソーを使って屋根を切断し、中に閉じ込められた負傷者を救出、救護所へ搬送します。地震により挫屈したビルの屋上からはしご車による救出訓練を実施。
各庁の自主防災会が火災の発生を想定してバケツリレーによる初期消火訓練を行いました。その他、緊急物資の輸送・配布訓練、破損した排水管の復旧及び仮設給水栓による給水活動などを行いました。また今回、原子力災害発生時の広域避難者受け入れを想定し、避難住民の搬送と被爆線量の測定などを評価・判定し、必要な処置を行うスクリーニング訓練を実施。問診票への記入や専用機器を使った検査を行い、手順を確認しました。最後に地震による大規模な火災を想定し、一斉放水訓練を実施。訓練の終了後、亀岡市災害対策本部本部長の栗山市長が公表を行いました。台風や地震による自然災害はいつ、どこで起こるか予測できません。もしもの時に自分自身や家族を守れるよう、地域の皆さんと行政が連携し、それぞれの役割を果たして地域防災力を高めていくことが大切です。